が出たの。うん、これはおかぜ、おかぜっていうか結膜炎の薬、ちょっと目がな赤かったから、うん、1日2回あげます。でこれは駆虫薬、うん、今日なんだっけ、飲みだにのを、うん、売ったから2日後にこれは飲ませます、うん、うんうん。ただこれはまだ、これは待機、今日はこっちだけ飲ませる。これに入れないと多分ね、結構これであげる感じかなと思って、うんうん、変だよベビーちゃん。なんでくれるかなと思います。ベビーちゃんも欲しいのこれ、ちょっと横すぎる、うん、ベビーちゃんも欲しがってるけど、これはベビーちゃん飲めないタイプよ。ベビーちゃんはわかんないですけど、これはダメ、うん、後でベビーちゃん泣けるよ。でもここで狙ってきそうだな。ちなみにあの子ね 3.9 キロありました。重いね。重くない？先生もびっくりしてた。なんかママの子にしたら大きいですね。でもなんか若そうって言ってた。うん。感じ的にね、感じ的にそんな感じらしいよ。まあ来た時ちょっとちっちゃかったからね、成長期ぐらいだったから、うん、さっきこっちにしようか。ベルちゃん飲んだらしい。これもわかる？メモリ。ここまで吸い上げる。これを1日2回よく振る。振れる余裕ないけど。吸えてるかな。吸えてるかな。オッケー。多いな。まあ、飲んでくれるかな。でこれを混ぜます。めっちゃダメよ。お薬よ。あんた自分の時はこんなの。あ、ダメダメ。あとはなんかベルちゃんじゃないのよ。違う。お薬混ぜてあんた飲まないでしょう。でも知ってるよ。ね、こんな感じでこの注射器は1回1回洗うのでこれで混ぜて大丈夫です。ダメ。よし、いけ。じゃあ揚げに行きましょう。はい、はい、行きますね。なるべく仕入れね、ゆうくんはね。びっくりしてる。いつもね手で大体飲んでくれるんだけどね、味が違うとあれかな。大変な人いるしね。好きでしょう。困っちゃった。困ったな。飲めへん。うん、飲めへん。はいはいはい、好きでしょう。あら、好きなやつでしょう。あれから、あ、これも美味しいよ。美味しい。これ美味しいやつやな。さあ、気づいちゃった。はい、うん、美味しいね。飲めてるね。ね、はい、そうやね、上手よ。はい、美味しかった？うん、はいはい。いやか。もうちょっとふかしてな。はい。うん。オッケー。ちょっとついてるけど、あ、舐めれる？オッケーオッケー。頑張ったね。鍵あった。鍵。しげみちゃんが来たよ。よかった。はい、はい、はい、お姫様。
はい、了解です。じゃあ鍵いいですね。はい、用意してきますね。猫さん見てる新しい子ってどんな感じ。あ、まだそんなにやっぱり懐いてなくて、ずっとケージの中にはいるんですけど、はいはい、2階にそうですね、そうですね。クロちゃん、なんか言うことある。言ったの。あれ、あのなんか覚えてるのはじゃあ分かるね、うん、覚えてるね、なんだろうね